はい吉田たかしの教え方チャンネルです、えー、先日行いました特別支援教育セミナーで子どもとどうやって信頼関係を築くのですかというのは質問がありました、えー、小学校の場合はですね私は遊ぶことだと思いますねまああの校長時代、えー、まあ,ある事情があってねお子さんをまあ校長して預からざるを得ないようなことが起きました えもう保健室もね職員室も満杯の状態でしたのでまあそういったお子さんと関わったんですけどもねえ最初に何をやったかというと一緒に遊ぶということでしたねえこれを延々と続けましたどうでしょう2ヶ月ぐらい経った頃からようやくねえ少しえ校長室で勉強するようになりえ半年後ぐらいにね ようやく教室にちょっと行くようになったと。もちろん私が、ね、行こうという話をしてからですよね。まあ、あの信頼関係ができればね、ある程度頑張ろうという、ね、あのその先生のことなら聞こうというふうに子どもたちは向いてきてくれるわけなんですけどもね、この信頼関係の、まだ、ね、できてない状態でね、少し困難なことをさせようとすると、なかなかうまくいきませんね。もちろんね、こんなことは担任では絶対できないわけなんですよね。 まあですから、私以前から言うんですけどもね、あの通常学級と特別支援学級の間に一つ、もう一つね、こういうお子さんを預かるような教室ができるといいということを言っています。まあ、私自身は実際そういったものをね、作ったんですけども、これもね、担任の先生ではできることではないんです。ですがね、どうして私はそういった子供と遊びきったかというと、やはり若い頃の体験なんですよね。で、ちょうどですね、あの学級通信を見ていたら、えー、面白い、 話がね、えー、1つ載っていました。もう完全に自分自身は忘れていたんですけどもね、えー、ちょっとこれをね、えー、紹介していいい、こうと思います。はいえー、その学級通信なんですけれども、1990年の3月7日に発行していますね、第119号と、えー、いうことで、えー、ちょうどそうですね、34年前ですから、30代の前半ということで、5年生の子どもたちですよね。 コマ、えー、という題名で学級通信書いてるんですけども、まあ、図工の時間にコマの彩色をしてニスで仕上げましたと、こういう教材があったんですね。えー、その日ですね、その作ったその日に早速コマ回しをして遊びましたと。 クラブが終わってから始めて4時半ごろまで遊びましたっていうんですから、六甲時が終わってから、えー、まあ1時間近くね、やってたんですね。えー、今ならね、もうちょっと下校時刻の問題があってできないと思うんですけども、当時はこういうこともできたんですよね。 まあ、よし、勝負と言いながらですね、えー、男の子の名前も女の子の名前もたくさん出てますね。えー、こういった子たちともう1時間ぐらい熱中して遊んでいたということが書いてあります。まあ、こうやって隙間時間を見つけてはね、子供とふざけ合ったり遊ぶってことを、えー、この当時はまだ盛んにやってましたね。実はこの学級通信には続きがありまして、この学級通信を読んだね、保護者の方から、えー、お便りが来てるんですよね。 えー、このお子さんね、とってもね静かでね、ねあの目立たないお子さんだと思ってたんですけどもね、家に帰ってね、カバンをポイと放り投げて、一生懸命、駒を回す練習をし始めましたと、えー、ところが全然うまく回らないので、まあ、お母さんなんですけどもね、小さい頃を思い出して、私も一緒にやったんですけれども、うまくいかないと。 横でおたおさんが下手くそだなというようにしてニヤニヤしながら見ていましたと。自営業の、ね、ご家庭だと思うんですけどもね、で子供と二人で仕事を放っておいて一生懸命やってみたんですけども、全然うまくいかなかったと。でとうとうね、お父さんが出てきたとで。お父さんもね、1回目、2回目はうまくできなかったんですけれども、3回目から、ね、小さな頃のころのコツを思い出してね、う,うまく、ねえー、回せるようになったと。 えー、さすがお父さんということで、まあ、子供のお父さんに対するこの尊敬っていうんですかね、えー、信頼感が増して、最後は拍手で終わったというようなね、えー、こういうね、そして家庭でというような、えー、話をこう学級通信に載していますね、まあ。本当にね、お父さん、お母さんが子供と遊ぶということも非常に重要ですね。で、えーまあ、こうやって私はです、ね、本当にちっちゃな時間を見つけてね、子供とふざけたり、一緒に遊んだりということを30代の頃は盛んにやってましたね。 で今思い出してね、一番多かったのはやはり鬼ごっこですね。これが一番多かったですね。それからこの冬場だとよく相撲をしましたね。えー、もう中学年ぐらいだとね、女の子もね、飛びかかってきて、まあ、それをぽい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 とやってたんですけどもね、20人、30人となるとね、ついにね、 最後、わっと教え押し寄せてきてね、縁、えー、から外へ放り出されるなんてこともよくあったように思いますね。で、またやろうねと言ってね、いや、もうこりごりですという感じだったんですけども、これも私自身が好きなのでよくやってましたね。冬場はトランプでしたね。特にね、この子供たち同士の輪に入れない子をね、読んで、ババ抜きをね、よく一生懸命やりました。えー、それからですね、私が卓球をやってたってこともあってね、つを使ったピンポンもよくしましたね。 えー、机の上にねちょうど真ん中あたりに箱型の,、えー、あの筆箱を立てるとですねちょうどネットの代わりなんですよね、えー、そこにですね、えー、私がピンポン玉を持ち込んであのラケットじゃなくてもできるんですね板を使ってね、えー、ピンポンピンポンと。 まあこれはね、私がめちゃくちゃ強かったですよね。えー、もう子供たちが先生やってやってというふうにせがまれながら一緒にやった覚えがあります。えー、もちろんですね、えー、もう教師の仕事っていうのは授業でね、えー、分かる授業、楽しい授業がまず第一なんですけどもね、小学校の子供ですのでね、 こうやって一緒に遊ぶっていうのはとても大事で、まあ、あの子どもたちとの関係を良くする上で、まあね、大きな、ね、あの寄与をしていたと、今、改めて思いますね。特に若い先生はですね、時間に追われると。 今は本当に忙しいんですけどもねちょっと手すきの時間を見つけて子どもたちと遊ぶということあるいは休み時間にね子どもたちと遊ぶとこういうことをねぜひやっていただきたいですねこういったことからね徐々に徐々に信頼関係が生まれてくるというふうに思っています YouTube 動画とは別に「吉田隆チャンネル」というホームページを運営しています毎月行っているセミナーの案内教科単元ごとの動画へのアクセスリンクなんかもありますので是非ご登録をお願いします はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったという方、いいねボタンをクリック、そしてチャンネル登録をお願いします。